ご承知のような形で、鳩山新代表のとの執行部体制が決まりました、早速、それぞれ動き始めておりまして、私はこの5人の代表幹事長、代表代行、それにそれぞれ NC やいろいろな役割、最強の婦人だと思っております。 まあ、その中で、えー、多少気をつけなければならないのは、あこう、先導を置こして船、山に登るということにならないように、小沢、えー、鳩山代表が中心になって、ある意味では役割をしっかりといい意味で分担していくことが必要かなと、やはりその場合には、あ幹事長が軸になると思います。 私の場合は特に役割が特定されていない代表代行、従来からそうでありましたので、そういう中で,です、ね、総選挙をに並みながら、しっかりとその都度他の方が多少やっていない、あるいは手の薄いところを取り組むという、そういう形でこの体制を対応力のある、スピーディーに対応できる、 そういう執行部にきちっと持っていくように私も努力したいと、このように思っております。また、いよいよ補正予算の審議が参議院で本格的にスタートいたしました。その一方で、与党の中では、あるいは政府の方では、会期の大幅延長ということがいろいろ問い沙汰をされております。私の見るところですね、もう麻生内閣は、いい悪いはともかくとして、 やるべきことはこの補正予算ですべて、え打ち尽くしている。えある人が今回の補正予算を打ち尽くし予算だと言いました。つまりありったけのものを全部使ってですね、やったわけでありますから。これから後、麻生総理がやることは何一つ見当たりません。そういう意味では、私たちはこの補正予算の中身があまりにもですね、ワイズスペンディングでない、つまり賢い質でない、 ということで、反対をいたしますけれども、いずれにしても6月にはですね、自然成立も含めて成立をするわけでありますから、私は成立をしたら即座に解散・総選挙を行うべきだと、また1か月、2か月ですね、中途半端に延ばして、麻生総理のサミットに出かけるための、その、 空っぽの国会ということではなくて、えー、逆にもうやることは全部やったんだから、そこで信を問うと、そういう形を取るのが、私は筋だろうと。幸い、鳩山新代表のもとで、えー、7月の、6月の解散、7月の選挙ということになれば、多少の時間的なあの窮屈さはありますけれども、十分に民主党としても対応できる。えー、例えば7月12日の都議選との、 同時投開票ということもですね、私は別に公明党がどうとかというんではなくて、国民の立場から見て、やるべきことをやったら一日も早く解散して、国民の信を問う。そういう意味からも、補正予算が上がった段階での解散が適切ではないかと、このことを申し上げておきたいと、このように思います。私からは以上です。